パーカッションは熊本浩司。そして、実はですね、今回ツアーにあたって、2人のピアニストの方に、このツアーを僕たちはお手伝いしていただいていたんですけれども、今日の最終日には、今日の朝ですね、東京から、こちらまで駆けつけていただきました、ピアニスト菊池真由子。ではこちらに行きたいと思います。バイオリンは、名古屋出身でございます、水村浩司。そしてチェロ、インダー陽介。尺八は石垣聖山。バンドネオ、ひとし。よろしくお願いします。